日本ツンボ話学校は東京都町田市の津田町並木にある私立特別支援学校。現存する中では日本最古の私立老学校である。設置法人は学校法人日本ツンボ話学校、キリスト教学校教育同盟加盟校、伝統的に聴覚講和法を用いていることでも知られる。日本ツンボ話学校は1920年の創立であるが、 創立のきっかけとなったのは、米国長老派協会の宣教師として、東京の明治学院に赴任していた、オーガスト・ケイライシャワー博士の長女フェイリシアが、熱病のために幼くして、聴力を失ったことによる。ライシャワー博士夫妻は、官立東京老和学校の小西新八校長を、訪ね、娘の教育について相談した。当時の日本の老学校は、 手話法で行われていたが、小西校長は、ライシャー博士夫妻に、米国に帰って、講和法による教育を受けさせるよう助言した。そして、日本にも講和法の老学校を作ってほしいと依頼した。小西校長の助言と依頼を受けて、ヘレン・オーライシャワー夫人は3歳になったフェリシアを連れて、比米、シカゴの州立支配学校付属小学校の老講和部に入学させた。 ケレン夫人自身も同校主犯部で講和法による教育法を学んだ。その後、ライシャワー博士夫妻は、この教育法を日本に広めるために、老教育の経験を持つ女性宣教師、ロイス・カイ・クレーマーと共に、1920年4月、牛込福音教会で、日本で最初の講和法老学校を開いた。開校時の日本人教員は2人であったが、その1人、 幼稚部主任教諭、畑足子が1922年から2年間、米国のクラークロー学校師半部へ留学した。畑足子が、クラークロー学校で学んだ教育法は日本、つんぼばな話学校全教員に伝えられた。このように、米国から導入した講和法による教育実践は、西川吉之助、橋村徳志らの活動と並び、戦前の日本の老教育に影響を与えた。 第二次世界大戦後、同校は、大島伊校長のリーダーシップのもと、補聴器の活用と早期教育に先駆けて取り組み、日本の老教育におけるパイオニア的役割を担った。町田市に移転した現在も、キリスト教精神に基づき、教育オージオロジーによる補聴環境の徹底を図りながら、耳を活用した対話による教育を展開している。 人口内耳を創用した子供の教育の場の一つとしても注目されている。また、乳幼児部として、0歳からの未就学聴覚障害児とその親への育児助言、サポートを目的とした、南朝幼児通園施設、来社はクレーマ学園を併設している。ありがとうございます。